Well, hello guys, and welcome to this video. Today we're gonna be continuing the Altera main story. So yeah, we left it off just before we were gonna try and fight Jeanne d'Arc. So yeah, let's see how it goes. And here we are, chapter 2, The Ancient Contract. しました。 ちゃんと食べていただけて、それから1週間も気づかずにごめんなさい。飲み物だけでは感覚が充足できませんよね。人間のことは少しは理解しているつもりだったのですが、あまり身についていません。情報を把握しているはずなのに、つい経験に比重を置いてしまう。 私の視点で言えば、戦いでしょうか。1万4000年前の戦いです。私が実体を伴って得た経験は、おおむねそこで起こった出来事です。優勢のための破壊、地上の文明の大半を私は滅ぼしました。私が目にしたあらゆる生命は抗っていました。 ですので、食事だとかそういうものを見る機会はほとんどなくて、最後までそうでした。力尽きて倒れて崩れ去るその瞬間まで。 地上での私が得た経験はそれだけです。 本体としての私自身はずっとここにいました。再び優勢がこの銀河にやってくるまでずっと。
私はきっとまたご迷惑をおかけすると思います。本当にサイズばかり大きくて、あなたにとっての私はひどく世間知らずに映るのでしょうね。していましたし、それにここは安全ですから何も問題なんてありませんでした。今まで、はい、私だけでなく誰も傷つかないこと、そんな状況はここにしかありません。なんであれ、私は目覚めました。再び優勢が到来する先触れとして、それまでの間はずっと長い長い夢を見ていたようなものなのでしょうね。セファールが地上でムクロとなったのは確かです。ですが、それで私が消滅したわけではなくて、セファールの本体はここにいる私です。この私がある限り、セファールは何度でも地上に現れます。必要な条件さえ揃えば、私はまた本物の肉体を得ることが、見えない話はしないように。そんなことは絶対に起きません。絶対です。何があってもあなたはそうしないはずです。セファールを地上に降ろしたりはしない。あなたはセラフを守ろうとするでしょう。ムーンセルを制圧しようとする私とも敵対する。それにどうあっても同じ。他に方法があるとしても、私はムーンセルを壊す他にないのですから。あ、教えてあげましょうか。そいつの望みは破壊することだけよ。やっと入れたわ。へえ、ここが巨神の石室ね。多少は手こずったけど、いざ本気になれば何のことはなかったわ。このあたし、エリザベート・バートリーにかかれば未明領域だろうと思いのままなんだから。いいこと？あたしは親切だから教えてあげる、小豚。あんたを閉じ込めてるそいつにあるのは破壊だけ。他にはなんにもないの。それはそいつが破壊の化身だからよ。文明を踏みつけてめちゃくちゃに壊して何もかも終わらせるのが楽しくて仕方がない。いいえ、それしか楽しみのない生き物だからよ。その気配、貴様、アルキメデスの手の者か。ここは私の領域だ。侵食されたサーバントごときが軽々しく立ち入っていい場所ではない。風に選ぶって見せたってね。優勢のしもべって意味じゃ対等でしょ。それにあなた、何？おかし
ープの NPC だってあなたよりはまともよね。破壊のためだけに生まれたものがあれこれ考えること自体間違ってるのよ。不純だわ。うん、そうね、正しくないのよ。どうしようもなく間違ってるわ、アルテラ。この際だから言ってあげるわ、あなたなんかに大きな顔させてるのはムカつくの。だってこの私が優勢勢力に加わったのよ。自分が何かもわからないデクノボーなんかより私の方がよっぽどうまく。何よ、いいところだったのに。敵への自動察知機能よね。もう文字通りのお邪魔虫じゃない。もうムカつく。また来るわ。それまでせいぜいやることやって私のために働きなさい、アルテラ。あ、そうそう、そっちの小豚も少しは必死になりなさい。そこにデーンとそびえていらっしゃるのは優勢の巨人なんだから、甘く見ていたらもみくちゃにされて死ぬわよ、あなた。ごめんなさい、次のお仕事までは静かに休ませてあげたかったのですが、彼女が言った通り敵の進軍です。前と同じように未明領域をまっすぐ進んでいる模様です。今回もどうかお願いします。私のマスター、無茶だけはなさらないよう、外の私にリソースを供給するだけでもあなたには相当の負担なのですから。来たか。征服王を撃破されたことでムーンセルも焦っているらしい。今回はトップサーバントが2機だ。石室の私ならともかく、この姿の私ではそれなりの苦戦が予想される。もっともお前は私が敗れる方が嬉しいか、聞くまでもないか。きっかけさえあればいつでも逃げ出してみせるという顔だな。それでも構わん、お前はただ私の傍らにあればいい。どうぞ、レガリアは私のものだ。そしてお前も私のものだ。話はしないし、いかなる英霊であろうと渡す気もない。ただ気をつけろよ、お前の行動遺憾ではお前は戦場で死ぬ。トップサーバントとの戦いとはそういうものだ。そうだ、あの女の発言に間違いはない。私は破壊の化身、殺戮の機械だ。他には何もない、必要もない。そしてお前が私とは違う考えを抱いているのも知っている。それを改めさせる気もない。お前は私のマスターに過ぎない。私をどう嫌悪したところで
私の指に収まるしかない囚人だ。ペンの後ろとは言わない。コードキャストなど私には不要だからな。黙って私の戦いを見ていろ。この夢はいつ覚めるのか。All right then, we are on to the struggle again. No code cast, no instance killed, really rough, and lower level than needed or recommended.としてのお前は多くの命を奪い救ったのだろう。だが所詮はその程度だ。私は文明を破壊する天の使い。たとえ貴様が津波になろうと我が猛威を崩すことはできない。諦めろ。そして我が破壊の軍門に下れ。従うのなら殺しはしない。トップサーヴァントであれば使い道もあるだろうからな。私に下れと。ムーンセルから伝達された情報とはいささかイメージが違いますね、あなたは。ですがそれは無駄な幸福勧告です。月の王権たるレガリアを有してはいませんが、私にはこのクラスがある。本来であれば聖杯戦争を管轄裁定するためにこそエクストラクラスを与えられた身ですが、今はこの力を戦いのために使いましょう。アルテラ、あなたの全てを封じるために。そうか、そこで殺すと口にしないのは貴様の心情なのだろうな。甘い考えだが、戦場でその甘さを徹底できる者は真の強者であることを私は知っている。そういう戦士も地上にはいたからだ。いいだろう、愉快な心持ちになったぞ、ジャンヌ・ダルク。まずはその聖なるものを私は破壊しよう。どうでしょう、あなたは本当に世界の全てを破壊できますか。無論だ。であるからこそムーンセルはお前たちを使わしたのだからな。All right.Oh my god, the block is real. There we go. Oh. No ice. Let's block.No debuff again. Oh my god. Getting close to death. Let's use some Nextella. Maybe we can get some healing. Alright. Yeah, we see some healing really far away. Let's go to it. Okay, missed it. There we go.
No. Nice.We're blocked, it's okay. Oh, we went to the other side, it's okay, let's buff. Not too bad. A block. Oh, with counter. Let's use full bar of Stella. Oh my god, I almost did. Oh! Damn. Okay, let's revive. I was just about to leave the lock on to go here. Really unlucky time in there.Oh my god. Okay, let's use the full bar again. This should get us to...Full moon drive. Not too bad. Oh wow, just barely not enough. Incredible. Okay, there we go. Okay.Uh-oh. Can't believe she can just block everything. Okay, let's use the Stella bar here and use the item there. Very nice. Item, item. Oh, there it is. Okay. Actually, let's try and buff first.Maybe this is enough? Let's see. Not quite. Very close though. One more. There we go.
飽きもせずまたぞろ雑種の争いか。トップサーバントとのたまっていたな。よもや貴様ら自らが史上の英霊であるとでも。ムーンセルの水郷にも困ったものよな。ならば俺が貴様ら雑種に拝謁の光栄を与えてやろう。刮目せよ、絶望せよ、この俺こそが真に史上にして唯一の英雄である。黄金の英霊。なんだ、雑魚を率いる雑種はすでに戦意喪失か。だがもう一匹は騎乗よな。この俺の姿を目にしてなお果敢にも刃を向けてみせるとはな。どしがたい野王か。出なければなんだなあ、雑種もどき。時を無駄に消費するな。口を開いても構わんと言っているのだぞ。俺はすこぶる機嫌がよい。貴様次第ではさらなる宝剣をくれてやる程度にはな。何しろセラフがこの手の揺らぎを起こすのは珍しい。あまりにもキーであったがゆえ、何わざわざ教会を切り裂いて出向いてやったのだ。わかるか雑種、万に一つの光栄を貴様らは得ているのだ。これを喜ばずして何を喜ぶ。自らの手で限界を。そんなことはありえるはずがありません。いかにトップサーバントといえども。単独での限界、ありえざる事象、それが何だというんだ。私は戦う者、殺戮の機械だ。立ちはだかるならば何であろうと破壊する。古い文明の匂いがする。お前は人間寄りの真っ当な命の流れにいないな。黄金の鎧と無限の宝具、これに該当するサーバントは一騎のみ。呼ばれもせずに現れたか、英雄王。英雄王、世界最古の英雄ギルガメッシュ。匂いとは幽霊のしもべらしい野蛮さよ。食うことのみに執着する獣のようではないか。だがその言葉、貴様の比類なき肉体に免じて受け取ろう。褐色の戦士よ、星に刻まれた伝承がまことか否か、俺に見せてみるがいい。戦士文明の末端、私の足から逃れた末裔風情が大きな口を叩くな。そうか、やはり破壊しか知らぬのか。よいぞ、俺を飽きさせるな。Okay, two for one, I guess.I really like Gilgamesh, if I'm honest, but don't like the personality so much. I like the caster form a lot more, not the archer one. Sadly, I think the archer one is the most popular one, so it's kinda no surprise there that this is the one that they put in the game. They're getting low.Let's use the... Oh my god, he blocked it. There we go. Let's use the Stellabar. A
We might need some healing now. So I'm gonna remove the target here and try to run for some heal. There we go. Okay, we have some items as well. Oh my god. There we go. Getting bored of the same combo suddenly, but it's okay. Hopefully we are gonna get some more combos soon. We're not leveling up much, so makes sense. I'm actually gonna try and get some Excalibur. Okay. I should be able to use Moondrive with the buffed state. So let's do that. Buff into Moondrive. Awesome. Let's go hard.地表蹂躙したおぞましき者、まさに我がエアを抜くにふさわしい。 私は破壊の化身だ。多くを残して見せた英雄とは違う。剣を振るう目的はただ一つ、破壊のみ。だがそれでも私にはかつてこの姿で地上をかけた記憶がある。14000年前の巨人ではなく、小さき人として、ただ壊すだけではなく、 確かに意義を残したはずの戦いだ。その過程を汚すことはできない。ほう。お前の言う通り、この私はただの英霊もどきに過ぎないのだろう。けれど今の私は英霊アルテラだ。そう呼んだ者がいる以上、私はこの姿のまま破壊の大王として剣を取る。セファールと戦いたいのであれば、
この私の体と教授ごと粉砕するがいい。白き巨人にはならぬと言ったな。ならば無理にでも巨人を叩き起こすまで。これは、なんだ、毒か。はははさあ白き巨人に変われ。雑種もどきのままではたちまち死ぬぞ。私はセファールには、治療を任せる。Okay, seems we have to use Goldcast. Okay, can you stop lacking, please? Oh my god, no way. I guess we just have to brute force it.Oh my god. Let's use the full bar again. We have some simple Codecasts now. One kill and two remove debuff, it seems. Or two cures. We need some healing really bad. Okay, there we have one. Oh my god. Okay, managed to dodge that one.More healing that way. Oh my god. Okay, there we go. Nice, we got level 5. Okay, he's using Moondrive, so let's just run.Almost full bar, there we go. Oh, we missed, what? I guess he was invulnerable while going off Moondrive, probably. Okay. Should be a decent hit. Not too bad.Let's buff. Start forming some more Excalibur. Need to get the Moondrive before them. Just a little more. All right. Let's keep farming the bar. Oh no. They're so close, come on. Okay.
Okay, we're out. Okay, so far so good. Let's farm Excalibur again. Come on, there's a couple more. Oh my god, so close to dying here. Might need to use a cold cast here, we'll see. Let's heal. Good block. Come on, really close to the moon drive. Let's use the extra bar. This should give us enough to, for the bar to complete. Nice. Oh.全てを忘れたようだがな、我が王国と貴様とは多少の因縁がある。かつての地上の話であり、俺が誕生する前の契約であり、その相手は貴様ではなく貴様の方にだが、お前が私と契約だと。何、身内の恥というやつよ。ゴーハラだが、俺の父に当たる者どもは貴様に一度見逃されていてな。その折に貴様は神々に誓わせたのだ。この借りは決して消えぬ。代償をもって返却せよとな。まったく、俺には関係のない負債だが、これを踏み倒したとあってはウルクの名に傷がつこう。よって神々に代わって俺が貴様と契約しよう。一度きりだが貴様を助力してやるとな。それはつまりお前のようなおかしな男が私の軍に加わると。加わるかたわけ。英霊として立とうという貴様の方針は理解したと言ったのだ。それを笑うことはあれ、阻むことはないだけよ。ほう、指輪の中にマスターを収めているか。哀れなる旅衆よ、貴様の言葉も間違いではない。何しろ
伝え聞いた巨人の姿ではなかったのだ。俺も慎重に様子見をせざるを得なかった。しかし操作な。ほう、そういう縁か。面白い。喜べアルテラ。俺はこれより貴様の副官となることを決めたぞ。勢いで口にしたことゆえそれは忘れよ。いや、アルテラだけであればこのまま立ち去るつもりだったがな。まあよい、この俺が手を貸してやるというのだ。二度も言わせるな。ただし心せよ、俺が進んで貴様らの企みに助力することはない。たとえ貴様が命を失おうともな。こう思っておけ。最上にして最強の武器を得たと。最上の武器。驚天動地の展開にしてやったというのに、これでも笑わぬか。ほとほとつまらんやつよな、アルテラ。英雄をどこへ行く。俺は貴様の軍の副官となったが、命令は受け付けん。大体俺が口出しをしては意味があるまい。英霊として立つのなら、その立ち方は自分で見つけるがいい。俺はそれまでヤジを飛ばすだけの男よ。意図なのですか、英雄王。まさかあなたのようなサーヴァントが世界の破壊者たる優勢の軍門に下るなどと。なんだ、生きていたのか、聖女とやら。ならばすでに俺の述べた言葉を耳にしていよう。それ以上でも以下でもない。俺は決して言葉をたがえることはない。貴様こそなんだ。ムーンセルに呼び出されたようだが、サーヴァントとは契約者に仕えるもの。英霊とはムーンセルを守るものではない。最終的に人間の未来に重きを置くものだ。あの征服王がそうであったようにな。やつめ、最後まで自分の理由で戦いおって。まあいい、旗持ちの聖女よ。果たして貴様がお…Okay then, I guess we are done with that. Let's see if we are gonna jump straight to chapter 3 or not. But yeah, let's check it out. あそこまで持ち込めたのはお前の力だ。サーヴァントとしての魔力供給を受けるだけの私のみでは到底かなわなかった。お前の助力、
私は嬉しく思う。調子に乗るな。お前が我がマスターであることには何一つ変わりはないのだからな。そうだ、これまでもこれからも。なんだその顔は。納得がいかないが、いい。分かったらもうあちらへ戻れ。魔力の回復は前回と変わらず重要な役目だ。
それから今日は本当にお疲れ様でした。いっぱい食べていっぱい休んでくださいね。Alright, pretty nice. I guess we finally unlocked the ability of choosing our podcast and use install skills. Really well done. I was really surprised by the music for Gilgamesh. Was so nice to hear. Probably one of the most interesting ones besides Elizabeth, since it's the one that she sings herself pretty much. So yeah, really caught my attention there. So yeah, pretty nice that we get to enhance our bond with Altera now. So that's gonna be it for today. Hope you guys enjoyed, and I'll see you in the next chapter. Bye bye.